にちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、秋吉投手がまだ巨匠がね、ちょっと決まらないなんてずっとこの番、ね、動画でも揉んでたけどな。はい、揉んでたんですが、ちょっといろんなところから、はい、ポロンと漏れたね。そうなんです、ちょっとポロッと漏れまして、前田さん、前田幸永さんがツイッターで、ゴルフ場で撮影された、はい、写真をツイッターとしているんですけれども、その際に秋吉選手、西崎さん、うん、そしてその前田さんと3人の動画の静止画というか写真の下に、昨年までファイターズ、今年は独立リーグの福井でプレーすることになった秋吉亮投手も一緒にNPB 復帰を目指して頑張ってほしいですねというのを24日ですかね、ツイートしまして、実はその後削除されてたんですよ、すぐ。そのさ、まあ言えばさ、はい、漏れたんだよね。まあ言えば漏れたんですよ、ね、まだ極秘事項だったんだよね。っていうことですよね。まあ絶対そうだよ。はい、まあ、それと本決まりになってるのかどうかわかんないけど、はい、そういう話があるということをもう先走っちゃってツイートしてるのか、はい、それともまあほとんど決まってんだろうな。多分だけどさ。うん、ゴルフやってる場合かっていう話なんだけどね。まあこの、そうですね、うん、ただまあ気分的にはね、はい、まあいろんなことがあって、うん、まあ、やっとそこに決まり、はい、ね、ほっとしてゴルフやってる可能性もあるけどね、はい、あるけども福井に決まったって言うけど、はい、まあ例えば延長12回になったよね今年。そうですね、また戻したよね、はい、俺ピッチャーいると思うんだよね。ここに来てチーム12チーム欲しい、うん、ってなってくる。いや、それとさ、うん、コロナでさ、はい、もう本当に市中感染してるから、はい、だから本当にこうクラスターとか起きたりとかすると、はい、ピッチャーなんかは特にね、はい、1枚でも2枚でもっていう風に考えるチームっていうのはたくさんあると思うから、はい、俺はなんかね、シーズン中に、うん、まあ、とにかくその福井で一生懸命やっとけば、はい、声かかってくるような気がするんだよね。これはどういう契約になってるかわからないですけれども、例えば独立リーグであればシーズン、プロ野球のシーズンの途中で声がかかった場合っていうのは行くことも、まあ、契約の内容によりますけど、西内っていうのが阪神をクビになって、はい、まあ、四国のアイランドリーグでやってたんだけど、はい、そこからヤクルトがね、もともと全然大丈夫っつって契約をして、はい、まあ、その年かな、一勝してみたいな、はい、なんか涙のカムバックみたいなことがあったんだけどさ、はい、なんか俺はなんかそういう風になってきそうな気はするんだよね。必ずシーズン中に、うん、どこかのチームがやっぱりこういろんな事情で足りないってなってきそうな予感は豊さんしてるってことですよね。まあ、そうですね。ただいい加減なことやってたら絶対来ないよ、うん、やっぱそこでもちゃんと成績を収めとかなきゃいけないんだけども、はい、俺はなってきそうな気はするし、はい、ただやっぱ前田もさ、はい、ね、ツイートするのはいいけど、はい、そのゴルフやってるとか遊んでるとか、うん、ね、今こういう世の中の情勢の中 で、 そうです、ね、うん、まあ、ストレスをね、はい、いろんなことで溜めてる人がたくさんいて、うん、ちょっと無神経だったなっていうふうには思うけどね。そうですね、そのまあ、ゴルフに行くのは、まあ、今自由といえば自由なんですけど、まあ、ただその写真をアップする必要があったのか、うん、プラスその文言を先走っちゃったかなって。まあ、先輩としてはさ、はい、おそらく頑張ってほしいとかね、うん、まあ、そういう思いはあったにせよさ、はい、もうちょっと秋吉とか、はい、世の情勢を考えるとすると、うん、ちょっとそこのツイートはちょっと軽率だったかなっていうような気はするけど ね、 そうですね。ただそこからもう数日経ってるんですけれども、特に秋吉選手側だったりとか、うん、そのどこかの独立リーグから正式な発表、公式発表がないんですよ。いや、だから何なんだろうね。例えば2月1日にならないと契約上、例えば発表はできないですよっていうことになっているのか、それか秋吉の方で、はい、何にもなかったら行きますと、はい、あ、例えばキャンプまで待ってくださいと、はい、31日まで1月の、はい、って言ってた可能性もあるよね。まあそうですね。それでなかったら福井の方にお世話になりますとか、はい、まあそう言ってた可能性はあるよね。でもまあだからここまでないと、はい、もう福井ですかねっていうようなことが、うん、その福井でやるっていうことになったのかもわからないし。そうですね、まあね、先輩としたらね、やっぱり心配して、ね、うん、応援してくださいって、はい、みんなに呼びかけるのは分かるけどね、はい、
なかなか難しいな、難しいですよね、このコロナが。いや、そうなんですよね。ただ、どうですか、ね、だからその秋吉選手は、例えば仮にこのツイートが本当だとして、その福井に入るとなった場合っていうのは、うんうん、その福井で、じゃあもう自分は骨を埋めようと思うのか、それともやっぱりここを足がかりにプロ野球にやっぱり戻るっていうのをやっぱり大事に。やっぱ戻るよね、年齢的にも考えたら。だからやっぱそこでちゃんとした成績を収めて、はい、で戻りたいという、復帰したいという、うんうん、まあ、藤川球児もメジャーから帰ってきて、はい、でいきなりその NPP にお世話になるというよりも、アメリカではあんまりこう登板する機会がなかったから、はい、ゲーム感とか、うん、しっかりした体をもう一度作り直して日本のプロ野球と契約をしたいということで、四国のアイランドリーグかなんかで少し時期を置いてまた阪神に戻ったけどさ、うん、はい、まあ立場的には全然違うよ。やっぱ藤川はメジャーから帰ってきて、うん、秋吉はクビになってっていう、もう全然立場は違うけども、うん、でもそこで一生懸命やってたら、うん、やっぱプロ野球のそのスカウトとか見てるしね、はい、で復帰の余地はあるし、うん、でましてはそのコロナの中、はい、どうなるかわからないし、球団がね、うん、各球団もう戦々恐々としてるよ。それはもうすぐ映るし、映ったとこからクラスターになってるからさ、はい、だからまあピッチャーとかね、はい、何枚もいてもいいと思うし、うん、だからそういうこと考えるとチャンスは大ありだしさ、そうですよね、頑張ってほしいなというふうには思うけどね。そうですよね、うん、でもう一方決まりました。これは、はい、吉川選手ですね、うん、元西武の吉川光雄投手、元西武っていうか日本ハム日本ハムで、はい、最多勝かなんか取ったんだと思うんだけど、そうですよね、現在で巨人に行ったりとか、はい、でまあ、最終的には西武で現役を終わったというね、はいはい、その吉川光雄投手33歳がこれ27日になるんですけど、 BC リーグ栃木で投手コーチ兼任として入団したことを発表したということなんですけれども、うん、はいはい、吉川投手は1試合でも多く勝ち試合をファンの皆様に見せられるように頑張りたいと思います。またコーチとしては選手に寄り添い良いところを伸ばしてあげられるよう指導し、一人でも多く活躍できる選手を育てていきたいと思います、うん、まあ、コーチ兼任で、そうだね、はい、まあね、人に教えるようになってくるとね、はい、自分の、うん、財産を切り売りしてるというふうに思ってもいいよ、うん、ということはどん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 自分にパワーがなくなっていく、はい、だからまあ戻らないよね、うん、ああ、吉川投手はもうここでという、日本のプロ野球界には戻れないというか、うん、戻らない覚悟で、まあ、コーチを引き受けたと思うんだけども、やっぱね、兼任コーチとかね、はい、こう愛に言うけど、うん、俺が思うにはやっぱコーチをやって人にこう教えるということはやっぱそれなりにパワーも使うし、はい、なんか自分の財産を切り売りしてるというような、うん、そういう感覚で捉えた方がいいよね、うん、だから安易にその受けない方がいい、現役をしっかりやりたいんであればね、はい、うん、だけどまあでも教わってきたことを、ね、うん、後輩に教えていく、まあ日本のプロ野球でまあ一戦でやった時期もあったしね、はい、だからそういうことを経験上のことをいろいろ伝えていったりだとか、うん、技術的なことも伝えていったりだとか、うん、まあ、そうやっていい選手をね、やっぱこう日本のプロ野球に送り込んでほしいけどね。そうですね、うん、まあね、去就がとりあえずは決まったので一安心と吉川投手は、まあまあそうだろうね、でしょうからね、とりあえず活躍できる場があるということで、うん、あとはそのね、前にも話したその秋吉投手がどうなるのかって正式な秋吉ものんびりしてんね、まあのんびりしてるというか、やっぱ今やりようがない、待つ見ながらやりようがないんだろうけど ね、 ですよね。あとは多分いろんな、例えば独立リーグからお話が来て、あとは内容、契約の内容を見てそれはできませんとか、うん、とまあ、途中 NPB に復帰することも OK なところと契約したりとか、いや、まあ、やっぱそれは条件に絶対入ってると思うしね、入ってきますし、うん、もしかするとそのキャンプ中にプロ野球のどっかのチームから呼ばれるっていうこともゼロではまだ、まあ、ないと思うけど、キャンプ中はさすがにないかなと思うけどね。これオープン戦もしくは始まってからですかね、もし何か、まあ、始まってからだろうな、うん、オープン戦をこうやって、うん、あれこれニッチもサッチもいかんぞっていうじゃないチームが、うん、まあ、投手を探し出した時に、はい、秋吉っていうのが福井にいるよっていうことで声をかける可能性はあるけどね、うん、だけどキャンプは始まってからまずは1ヶ月間はまずないよね、
オープン戦始まって、はい、状態が上がらない、コロナになって入院したとか、はい、まあ、いろんなことが起きて、うん、いやピッチャー足りなくなっちゃったって、おあそこにいるよっていうような感じかなって思うけどね、うん、でもまあそんなことよりも実力で、はい、いやあいつやっぱ力あったぞみたいな感じで戻ってきてほしいけどね、うん、そうですね、はい、本心のところはそうですよ ね、 本心はね、だから何かがアクシデントがあって戻るんじゃなくて、はい、実力で戻ってこいよみたいな、うん、ね、そんなことを期待してます。はい、はい。